はい、どうも皆さん、こんばんは、レプシンです。今日はデッドバイデイライトのバージョン 4.7.0 テストサーバーに来ております。はい、今日はこのテストサーバーで調整の入った怪我の光明を使っていきたいと思います。まあもうツイッターのトレンドになったりとか、まあ、結構話題になってるんで、もうご存知の方もかなり多いと思うんですけれども、この木村優衣のこうユーパーク、怪我の光明がね、今めちゃめちゃ強いんですよ。強くなっちゃった。このパークを持っていくと、キラーに切られて負傷状態になったら、血痕プラス足跡がね、合計90秒間残らなくなるんですよ。で、今回それにプラスで鋼の衣装を持ってきたんですけれども、そうすることによって、うめき声、血痕、足跡の3つの、ね、痕跡を残すことなく逃げ回れるっていうね、とんでもないとんでもない強さをね発揮できるんで、ちょっとお見せしたいですね。キラー来ないかな。めちゃめちゃキラー巻きやすいですね。まあ、もちろんあの 100% 負けるわけじゃないんだけど、マップとかキラーによってはもうかなりの成功率で。あれ、これキラーいる？トラッパーじゃねえの？ハグかトラッパーじゃねえこれ。こんだけ巡回遅いのはびっくりした。クロちゃん、え、どうした？ちなみにここはあの新しくなったコールドウィンドファームですね。あ、やっぱトラッパーだ。今回ね、いろんなキラーやいろんなパークに調整が入って、よし。でこのマップにもねアップデートが入って、あ、砥石かな。砥石っぽいな。今度自力脱出してたよね、だってね。俺がまず見つかりに行ってみよう。はい、今発動してます。おお、すげえ、巻いた巻いた。ほら今ね、足跡と血痕と向き声がないから負けた。めっちゃ探してるもん、トラッパーすげえこれマジで。あ、別のサバイバー追いかけてる。やべえ、恋じゃないけどなすりつけみたいになっちゃったね。たまたまあそこに隠れてた生存者に行っちゃったね。お、エースがいなくなったぞ、どこだっつって探してたら多分見つかっちゃったんだろうな。やべえこのパークマジで一瞬で負けたね。で今回ねスプリントバースト持ってきてるからね、さらに凶悪だと思うんだよな。全力疾走持ってきてるから、殴られた瞬間にフィューンって逃げるから。チェイスしてません。あそこでチェイスするの怖そう。よしよし、もう一回切られたいな。たたたた、おお、おお、でもこの人うまいわ、追いかけんの。はい、よし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 、この人追いかけんのうまいわ。完全一瞬見失ってたけどね。強わ、これマジで強いわ。余裕でに余裕でって余裕で2回負けたわ。まあ、で合計90秒なので、まあ、今ちょっと使い切っちゃったんだけど、大体、まあ、何試合かやってみた感じ、カスタムとかでもいろいろ触ってみた感じ、大体2回かな負けても。
で怪我の光明を発動して大体2回ぐらいかな使えて、素早く負けたら3回いけるかいけないかぐらいかな。とにかく発動中足跡と血痕残んないから走り回っても大丈夫なんだよね。足跡気にせずバンバカバンバカ逃げれるからさ、これめちゃめちゃ強いよ本当に。これナーフ入るんじゃないか、正式実装される前に。うん、効果時間とか半分ぐらいになりそうだけどね。まあ半分でも非常に強いけど。よしよし、今回でもなんかもう怪我の巧妙の効果使い切ったから、やべ、この後見せ場ないわこの後見せ場ないですね。はい、2試合目やってきます。はい、いや、さっきの試合の途中でも気づいちゃったんだけど、怪我の巧妙を使い切ったらその後の試合ただの普通の試合なんだよなだからもう一回、試合やってどんなもんかと見ていきます。お、フレディだね。おほー、さあ果たして負けるのか。いや、めっちゃ余裕で負けるな、すげえ。いや、マジで負けるな。強いね、怪我の巧妙。びっくりした、こんな開幕すぐ見せ場が来るとは思ってなかった。でも開幕こんだけ早いとやばいよ後半やばいよ、また見せ場なくなるよ。ザリーナだ。よしよし、破滅っぽいの壊れた、どうしたな。堕落の介入と破滅かな、やられとる。でも怪我の巧妙は本当に強力だけど、制限時間が1試合で合計90秒だから、無駄な負傷とかはごめんだね、できる限りね。だから肉兵器とかあんまり入りづらくなるかも。バルチリねえのかな。じゃあ俺と助けてくるわ。そう、私これでいいのかも、ネズミ役んだよな。新しいザーゲームにもつけど、これからマップ上にさ、カラスだけじゃなくてネズミとかも多分デフォルトで置かれるようになるかもね。はい、あ、デビキンが追われてるっぽいな、さっき回してたけど。はい、え、ここってさ、毎回必ず発電機湧いてたけど、湧かないパターンも、あれ、そんなことなかったっけ。マッパー新しくなって湧かないこともあるんだね。一緒に回そう。デビキめっちゃないっちゃ、めっちゃないっちゃ。そういえばナイトメアにもね、調整入ったけど、まあ、弱体化だけどまだまだ普通に強い気がするな。ジョーの中あたりだったけど、まだ中の、いや、ジョーの下ぐらいかな。まだまだ強い気がする。助け行こうか。よー、助け来たよー。はい、なんかこの新しいコールドウィンドファームかなり明るいじゃん。で、その状態でナイトメア、フレディの夢の世界に入るとなんかさらに明るくて、なんかオーモンドみたいだね雪山みたいになってる。はい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 、はい、オッケー。やられてる。
助けに行く。よし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 。ドリームスネア。はい、よいしょ。大丈夫かな。治療しよっか。治療する？オッケー。かわいいね、あの。破滅、堕落の介入、ずさんかな。治療赤くなってるかな。ちょっとさっきの続きのとこ行ってこようか。値引き巻いたのか、うまいな。蹴った。うえ、めっちゃ後退してる。イタチか。めっちゃ後退してんじゃん。あれ、こう結構回したよね俺。すげえ後退してる。やば。ナイスー。あと1体です。新しくなった怪我の巧妙に勝つには一撃系のキラーしかないかもね。ワンチャンヒルビリーとかが再評価されそうな気がする。おひょやべ、超簡単に負けるんだけど。やばっ。やべ、バレた。あ、いたたたー。さすがに治療の音でバレたか。足音でバレとる。よー、あー効果切れちゃった。まあ1試合で最大2回ぐらいだね、やっぱり負けるのは。おい、もう足跡と血痕がバチバチ残っちゃってますね。おい、よしよしよし。ごめん、こっからごめん、普通のただのチェイスだわ。怪我の巧妙関係ないわ、ただのチェイス。ゲートどこだ。もう一個抜けたとこあったー。わ、優しい仲間たちが。はーい、はい、オッケー。よーし、ということで、まあ、今回テストサーバーで強化された怪我の巧妙を使ってみたんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ、今回鋼の石と組み合わせてるからより強いけど、単品だけでも結構強いです。ただ鋼の石を組み合わせるとより強力になって、まあ、巻きやすくなると思います。で、効果時間が1試合合計90秒なので、まあ、多くても3回ないし、やっぱ1回2回ぐらいしか、まあ、負けないかなと思います。それでも非常に強力なんですけどね。はい、ね、本当にこれは流行りそうな気がします。テストサーバーで
こんだけ強いからワンチャン正式実装されるときに弱体化入る可能性もあるんですけれども、もしこのまま実装されたらかなりえげつない脅威になると思います。キラーからしてみたら。以上です。今日は最後までご視聴ありがとうございました。バイビー。